はい、皆さんこんにちは、のっぺんです。ザ・シブヌ4やっていきますよ。しょうさん、前回はゲレーロとさくらちゃんがね、離婚しました。で、こちら、あのね、ゲレーロがお城を壊して、で、それを、モーガちゃん、ルリカちゃんがね、悲しんでるっていう。わー、これは、ほんとに。かー、こんなに泣いちゃって。ほんと、これ許さん。こら、ゲレーロ。もう、こんな、で、ぐっすり眠ってらっしゃるね。離婚直後なのに。で、こっちでは、ああ、元気がなくなってる、さくらちゃん。本当に、本当にね、いろいろありましたね、前回。じゃあ、ちょっと、アクさん、このドールハウス直してあげて、もうな、泣いてるから、大丈夫、大丈夫。お父さんが直してあげるから、もう泣かないで。いやー、頼りになるわ。で、おしっこ行きたい。ああ、行ってきなさい。行ってきなさい。はい、やってきます。じゃあ、今回はひたすら、このももかちゃん、るいかちゃんをビシバシ鍛えましょうか。願望まだそんなに達成できてないから、じゃあこの願望、ガンガン、育てていきましょう。あーで、クロエ、おばあちゃん、クロエおばあちゃん、そうそうそう。じゃあ、そうだね。じゃあまずは、なんかおもちゃで遊ぶとか。じゃあ、この辺のおもちゃで遊ぶとか。はい。あ、ご飯食べたでよかったわ。ご飯食べた。あ、しっかり食べてるね。で、ちょっとるいかちゃんは社交が、不足気味。さあ、たくさんおもちゃで遊びなさい。で、ももかちゃんも、おもちゃで遊ぶそうだね。じゃあ、この辺の、おもちゃで遊びなさい。さあ、どうだどうだ。で、ルリカの創造性スキルがレベル4になりました。うん。頑張れ頑張れ。さあ、今日でゲレールとは、じゃあ、おさらばしましょうか。本当に今までありがとう。いろんな思い出をね、君はたくさんくれた。だけど、それも今日で終わりだ。ごめん。で、世帯の管理をしましょう。はい。世帯の管理。で、世帯間でシムを移動。じゃあ、ゲレールを、はい。じゃあ、こっちに。じゃあ、ワールドに存在しないに移しましょうか。まあ、どこでもいいんだけどな。じゃあ、うがた家に移そうか。なんで君がうがた家に行くんだ。まあまあ、まあまあ。まあ、こういう、あれだね。来るもの拒まずみたいな感じなんだよね、うがた家は。じゃあ、うがた家に、ゲレーロ、移しまーす。まあ、たまに遊びに行ってあげよう。さあ、ということで、今回からこの、6人と1匹で、ドクロ工事物語に進めていきます。行くぞー。で、今現在、ももかちゃんがバイオリンを練習してるので、じゃあ、はるしおじいちゃん。あ、はるしおじいちゃんも、バイオリン弾いてる。なんか、教えてくれるとかないかな？バイオリンを教える、みたいなことってできなかったっけ？あー、できないか。そうか、そうか。じゃあ、まず、はるしの方からアクションかけてみるとか。あー、指導する。あー、できるじゃん。よし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 。で、さくらちゃん、では。あー、消えちゃった。さくらちゃんは感情に関するブログを書く相当病んでるな、さくらちゃん。早く元気出して。さあ、こっからももかちゃん。もう創造性スキルを爆上げするぞ。で、5時間練習しないといけないから頑張ってね。確かに、あんまりバイオリン上手くないかな、まだ。あー、ちょっと頭痛くなっちゃってる、ハルシ。まあまあ、初めてだから。よーし、で、5時間の、バイオリン練習お疲れ様でした。じゃあ、とりあえずやめとこう。今、お腹がめっちゃ減ってるらしい。あ、他の、パラメータも全然あかんわ。じゃあ、まず、トイレ入って、で、物思いに引けながらシャワー浴びて、ご飯食べて誰かと喋ろう。うわぁ、今日は忙しいの。あ、で、あー、執事。そして、真っ白、奥様。いやー、でもちょっとね、このランギさんには気をつけた方がいいよ、真っ白ちゃん。なんかやらかすかもわからん。さくらちゃんとね、現にやらかしてたかもだから。うん、その疑いありだから気をつけてね。さあ、そしてこっちは、あー、なんかやってる。どうしたんだ？あ、お父さんに会いに来たんだ。あー、なんかアクさん、あれだね、しっかり仕事のコスチュームがかっこよくなってる。こんなんだったっけ？で、さっき何か来たんだっけ？ロマンスフェスティバル。ロマンスフェスか。ん？ああ、また出てきた。
ベッド下のモンスター、こんなメロディーが出るんだ。やばい、ベッド下のモンスター来てるって。そうだな、じゃあベッド下のモンスターに話しかける。さあ、これはももかちゃん、ルリカちゃん、大人への階段なんだ。これはね、みんなが通る道なんだよ。だからこの友達、あのベッド下モンスターの友達になりなさい。でスプレーをかけようとしてるだろう。大人たちを呼ぼうとしてるだろう。ダメ、このベッド下のモンスターと仲良しになりなさい。大丈夫大丈夫、無害なやつだから。話せばいいやつなんだこいつは。でよ、大人たちを呼ぼうとするんじゃない。とりあえず話しかけなさい。いいやつなんだから、もう呼ぼうとすな。呼ぼうとすな。はい、話す。もう仲良くするまでは絶対、もう絶対逃がさないから。話せ話せ、コミュニケーション通るんだ。でちょっとルリカちゃんはお腹がやばいな。まあ大丈夫大丈夫。さあ、ダメダメ、大人たちを呼ぶんじゃない。大人たちは仕事で疲れてるんだから。やばい、双子だと結構忙しいな、コマンドが。呼ぼうとしちゃダメ。で、あんこちゃんが寝てる。はいはい、話す話す。あー、話すができないか。ベッド下のモンスターは帰っていったらしい。んー、また会いに来て仲良くしてほしいな。さあ、さっきベッド下のモンスターと、あ、ルリカちゃんは仲良くなれたんだ、よかったね。で、ももかちゃんは友達になれなかったか。まあしょうがないよな、これは。まあ、モンスターの機嫌にもよるからね、これは。でも、ルリカちゃんはもう、速攻でお友達になれたんだ。すごいな。意外とコミュ力高かったんだね。さあ、モモカちゃんはまた、頑張りましょうね。ベッド下のモンスターとお友達になれるように。将来の夢。将来忍者になりたいんだけど、どうやったら忍者になれるの？忍者になんかならなくていいよ。まずは、なんだ。隠れることから、練習だよ。そうか。忍者スーツを手に入れなきゃ。技を教えてくれる忍者を探すといい。なるほどな。これはね、じゃあ、まあ、形から入ろう。忍者スーツを手に入れなきゃ。はい。アドバイスありがとう。思いやりアップ、マナーダウン。さあ、また来たのか、ベッド下のモンスター。また出やがった。さっき出たばっかなのに。でももう、ルリカちゃんはあれだよね。モンスターと仲良くなったんだよね。話す。もう友達になったんでしょ。じゃあルリカちゃんも、はい、ルリカちゃんはもっと話しなさい。そうだな、もう友達になれたら今日学校休んでいいから。さあ、こら。じゃあ友達になれたルリカちゃんは今日は学校休んでいいよ。学校、はい、休暇を取る。はい。で、モーカちゃん、はい。あー、でもうモンスターいなくなっちゃったか。で、結局、ももかは、あ、ベッド下のモンスターと友達になれた。早いな。すげえな、お前ら。スーパー幼児だからかな。じゃあ、ももかちゃん、ご褒美だから今日は学校休んでいいよ。しょうがないの。私の負けだ。はい、じゃあ、アクサは仕事行きなさい。大人たちは仕事行くんだ。なんだこれは。なんかいる！なんかいるよ！なんかここにいる！なんだなんだこれは。これか。はい、これと親しくする。確かね、この、苦学の特質で私がさっき、島のこれっていう特質を設定したので、多分これのことか。なるほど。さあ、ももかちゃん、このこれと話してみなさい。いやー、あ、はじめまして。私、ももかと申します。で、なんか、なんだろう。なんか呪いもらったのか。いや、そういうわけではなさそう。そんな人ではなさそうだ。で、元気になってる。なぜだ。島のこれと親しくした結果、島の活力をいただいたんだ。なるほど。よかったよかった。悪い例ではなさそうだ。はい。モンカに新たなお年頃が訪れているです。スピリットアニマルと出会いを果たしたモモカは、この先、クマの着ぐるみだけを着て生きることを誓いました。待て。待て待て待て。あー、モモカちゃん。あー、こんな、なんか、めちゃめちゃ目が痛くなるぐらい赤いクマになっちゃって、あらあらあら、これがスピリットアニマルで、ずっとこれで生きるって言ってんの。うわー、マジか。で、ルリカに新たなお年頃が訪れているです。チャンスと見れば、楽器を触り、叫びを上げ、ステレオのボリュームを目いっぱい上げることでしょう。やめなさい、近所に迷惑だから。
まあ、今んとこそんな様子はなさそうなんだけど、やめなさいね。絶対やめなさい。さあ、スピリットアニマルどうしようかな。まあ、どうしようもないんだよな。この格好でずっとやっていくしかないもんな、しばらくは。いやー、ももかちゃんちょっと、早く賞金も持ってほしい。で、執事の方がこれ眠ってるな、ランギさん。ちょっとさすがにかわいそうだな。だもんで、執事さん用のお部屋作りましょうか。さあ、どんな感じで作っていこう。さあ、こんな感じでしょうかね。さあ、電気がつけば、これ、執事さんが、入れるんだけど。じゃあ、ここに、特定のシムじゃないな。ここ。ベッドを執事に割り当てる。ランギさんだね。はい。ごめんね。今までごめん。もうベッドで寝れるからね、ランギさん。本当にお疲れで申し訳ない。さあ、ちゃんとベッドに入ってくれるかな。あー、で、早速、来る？あー、よかった。で、なぜか電気がついてないけど。はーい、おやすみなさい。あー、よかった。じゃあ、これからもよろしくね、ランギさん。さあ、問題は君よ。スピリットアニマル、モモか。で、今ちょっと気づいた。これ。シーリングファンか。これ動かすことできるんだね。じゃあ、動かしてみましょう。すっかりこれ動かしてなかったな。ただのオブジェと化していた。この羽の上側とか、ほこり溜まってんだろうな。全然動かしてなかったから。いや、拡張パック、アイランドライビング、あんまり使いこなせてないようだね、私。さあ、どうぞ。で、あー、一通来てる。いらっしゃい。ゆっくりしてってね。で、執事さんの家にも、置いてないか。置いてないね。はい、おやすみなさい。島のこれを呼び出すっていうこともできるのか。とりあえずやってみようか。島のこれを呼び出す。さあ、島のこれを入れよう。なんだ？スラインのこれと触れ合う。今から私今から学校なんだけど、無理。どこにいんの？これ、この人？わあ、これがどんどん出てくる。この方はダニエル・ナーウィ。で、この方はファーモーナ・オアリオ。ほう。やばい、今日はちょっと学校休むしかないな。また学校休むのか、私。じゃあ、電話。はい。じゃあ、有給を取る。私も有給余ってないよね、多分。あ、有給余ってないね。まあ、とりあえず、スラインのこれと触れ合うしかない。もう、言い出しっぺなんだから、ももかちゃんが。じゃあ、友好的な自己紹介。じゃあ、ルリカちゃんもちょっとなんか、話聞きなさい。いやあ、これたちを。私は、ドクロ工事モーから。ランジラを呼んだのは私たちを。で、とりあえず踊ろう。じゃあ、なんか、友好的な自己紹介。はい。あ、また来た精霊たち。君は、ハオーリ・ランギ。あ、あなたもランギ。じゃあ、はい。まず、審判。さあ、審判を求めるとどうなる？さあ、審判だ。モーカは行いをもって自分と島とのつながりを大事にし伝統を守りました。スラニのコレーたちは、喜んでいますが、今一歩踏み込める余地があるようです。ああ、そうなの。またじゃあ有効な的な自己紹介やって、で、なんか夢について話すとか。はい、島の子供の教え。島の子の子供としてスラインとの深く、精神的なつながりを体験する力により、モモカは強力な島のこれを呼び出すことができます。スラニの文化を、敬うと祝福を受けることができ、逆に多分保護にすると嫌われてしまいます。ちょっと、ね、字が読めねえ。そうか、無視って読むのね。もう字がちっちゃいんだよ。ルチアノ・ギレールだけど、今から家に遊びに行っていい？元旦那さんがうちに来るの。何しに来るのだろう。さあ、ギレールが来るぞ。来たー。ギレール来ました。元旦那さんが。どうしたんだ、こんなタイミングで。なんか、離婚の協議にね、ついて話し合うのかな。で、まだこれたちはいる。
もうコンコンとももかちゃんたちが話し合ってる。またなんか遊ぼうか。うん。でもうすぐ帰るから彼らは。はいよ。でゲレーロは遊びに来たんだけど、さくらちゃんに用はないっぽいな。まあ遊びに来たんだね。本当に遊びに来たんだ。ガチで。まあさくらはもう一緒にいることはできないけど、ドクロ工事家のことは慕ってるみたいな感じなのかな。あーで、しっかり部屋割りをさせてもらえた、ランギさん、どうもどうも。多分この、ハオビーランギさんと多分なんか関係があるんだよね。なんだろう、兄弟とかかな。あーで、消えた消えた。そうか、イベントが終わってる。あー、消えてった。本当に、あ、それ、あー、いるじゃん。消えてねえじゃん。あー、また壊してる、こいつ。そうか、このドールハウスを壊しにうちに来たのか。なんてやった、こいつ。マジで、もう、喧嘩してやって、もう。まさか、そんなんやってくると思わなかった。もう、びっくりした。私、何も指示してないからね。で、ミアがチャットしたがってます。もう、勝手にしてて。ちょっと怒って、マジで。さくらちゃん水着姿で全然説得力ないけど。これはあなた、またドールハウス壊したのね。ごめん、もうなんか壊したい衝動に駆られちゃって。意地悪。怒鳴りつける。ちなみになんか恥ずかしい、なんかある。口が滑った。行儀のいい新聞が汚い言葉を叫んだ時こうなるんだ。あんたって男は絶対許さない。子供たち謝って。なんでよ、なんで道路ハウス壊しちゃいけないんだよ。そんな法律あんのかよ。で、あー、あんこあんこちゃんあっちに行ってなさい。もう修羅場なんだから。さあ、この二人の元夫婦喧嘩を見守りながら、今回はじゃあ終わりにしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしくチャンネル登録、高評価お願いします。ロペンでした。さよなら。